通のカレーを作ってもしょうがないなということで創作カレーになります。やった、カレー食えんのか今日。いや任せてくれハリケーン。上がるな。どう鼻で笑ってるこいつ。おいお前コメチラでやって恥ずかしくないのか。恥ずかしくない、これがみんなの力だ。ケンキ、あの全部こっち飛んできてる。はい、じゃあ行きますか。はいはい、第2回より大月。いや結構早かったね。そうだね、ちょっとこれいろいろ事情あって、まあ、あの後半にちょっと説明するんですけど、うん、まあ、今回ちょっと第2回スパム企画やりました。はいはい、ありがとうございます。でちょっとね、酢豚の話をしてたんだけど、うん、ちょっと申し訳ない、いろいろ事情があって今回ちょっとカレー対決になります。おう、はい、なるほど。よいちと俺でカレーを作ってハリケーンに振り回す、うん、で、どっちのカレーが美味しいっていうのがあるんですけど、普通のカレーを作ってもしょうがないなということで、まず創作カレーになります。はい、もう俺たちはまだ一回も食ったことない、世の中にまだないカレーを作る、はい、な、うん、そう対決になります。だからルーを使わないってことですよね。そういうことですね。スパイスからってことですよね。はい、今回ちゃんとスパイス用意させていただきました。用意させていただきました。用意しました、スタッフが。なんでスパイスをこうちょっと味見しながら、うん、これは多分こうだなっていうのをやって、それを最終的にハリケーンに振る舞うこと。じゃあ、調理開始。よっ、よし。ね、カレーはね、いろいろあるんだけど、ガラムマサラ、クミン、うん、今回ターメリック、うん、ターメリック用だな、コリアンパウダー、うん、で、カイエンペッパー、これ唐辛子だね、カイエンペッパー、うん、ね、なんかフェヌグリークパウダー、フェヌグリークパウダーすごい、それ原産インドって書いてあるの。それわかんない、俺もフェヌグリーク初めて見る。けど基本的に香りなんで匂いかけながらやったらいけると思う、うん、で、カルダモンね、で、クローブ、パセリ、まあこれは多分最後かな、で、ブラックペッパー、うん、まあこのここら辺をちょっと使って作るわけですけど、はい、まあヒントで言うとそっちのでかい方がやっぱ重要、重要だ、うん、あれはだからちょっと味付けで、そうそうそう、これ2位いこう。やった、カレー食えんのか今日。いや任せてくれハリケーン。上がるな。で、いやこれ多分ね、この4つは絶対基本4種だから、これ絶対入んないといけないから、ターメリック絶対入れないといけないから。うわ、これすごい茶色い、こんな色なの。うわ、オレンジだ。ターメリック、ターメリックって何、ウコン。これ今何グラムずつぐらい入れてる。グラムで言うと、うん、まずコリアンパウダーこれ2だった。で、ターメリック1、うん、ターメリック1で、クミンが5で、ガラムが3。どう鼻で笑ってるこいつ。まあ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 って感じ。まあその逆算して、うん、それで足りるかどうかだよね。水をどんぐらい入れるとか。ああ、てかあれか、単純にもっと量を作った方がいいかもって感じ。シンプルに、なんか一人前だったらこんなもんでもいけるのかなと思ったけど、まあ、全然あるかな。どうだろうね、総量的に。なんか作りすぎたらなんかもったいないなと思ったけど、ゆいちゃんはゆいちゃんはするな。何を揉み次第っていうの。 20g で2人前を作っていたっていうことらしいから、まあだいたいこのぐらいで1個よ、だいたい15ぐらいになってば。肉だよ、塩揉み込んでんだ。でもな、美味しそう。いや、もうすでにいい感じするよ、うん、なんで、何入れたの。なんでいい匂いするの、生肉から。いや、いろいろ仕込んだんだよ。この短時間で。あ、ニンニクか。美味しそう。おい、ガランマサラ、お前コリアンダークミンスターにしてる。おい、ふざけんなよお前。なに。ガランマサラにはクミンが含まれてるぜ。おい、これチートじゃん。ガランマサラに少しプラスで足りるらしい。私それでいくわ。おい、お前コメチラでやって恥ずかしくないのか。恥ずかしくない。これがみんなの力だ。恥ずかしくないらしいです。あ、うん、これでいこう。お、うん、できた。これのカレーは決まりました。いいね、うん、で、これに、ちょっとオリーブオイルを入れてなじませると良いらしいんですよ。なるほど、うん、これはなんか基礎知識で知ってます。そう、なんか良さげな。え、何それ。良さげなオリーブオイルじゃない、それ。それバージョンオイルかじゃないの、これって。じゃあローストビーフカレーってこと。そうなんですよ。おー、美味しそう。結構良さそうだよ、うん。ローストビーフカレー確かにます。ワンパクだね、だいぶ。ワンパク？ワンパク。ワンパクか。あれでもね、コメントがね、ちょっと大切な感じでね、いつも。え？ワンパクってなんだよ。ね、なんか。いやいや。なんかこれちょっと下に見てる。いや、見てないよ。見てるだろう、やっぱり。
だってだってローストビーフとカレーだよ、大合成じゃない？ありけんが前肉がいいって言うから。ああなるほどね。そうですよ。まあでも確かにポイント高いかもしれない。うわすげえいい匂い。めっちゃいい匂いだけど。めっちゃいい匂い。ニンニクのめちゃくちゃいい牛すじやん、これいいね。これどこの牛すじ、これ噛んでしてこれどこの牛すじ、これ、うん、あ、これ花正じゃねえんだ。はい、違う。あ、違うんだ。今ね、花正かって言ってたらいいんだと俺は思ってた、ね、俺も今、あ、ケンキ、花正の案件取り行ったなと思って。僕はフライパン2つ使うんですけど、まずはこれでカレー作るの？これでカレー使う、いや、あの、一旦これ炒めるだけ。あ、はいはいはい、炒めるだけだから。それ、炒め…それ煮るじゃない、もう炒める、炒める、うん、で、まだ通る、それ炒める、通る原型がもう…ふわよいしょ。ケーキ、スムージーやって、お前それこれ、バターをぶち込む。ケーキ、なんか波打ってるよ。やばい、バターぶち込む、大量の。なんかそれ、アニメで見たことないねえ、うわ、すげえ匂い、カレーの、すっごい綺麗。これ、でもスパイスからカレー作る人ってマジめっちゃ洋服とかに匂いついちゃうらしいからね。あ、そうだな、うん、いや、スパイスからカレー作る男ってなんかやだよ。なんかあったよね、なんか男でやっちゃいけないことあ、ベーシストじゃない。そう、スパイスからカレー作る、スパイスからカレー作る。結構なの。あ、これ、あ、そう、これ3C だって、3C なんで 3C なんですか、これ。やば、カメラマン、クリエイター、カレーをスパイスから作る男、やばいじゃん。俺らクリエイターだよ。2C 言ってるやん、俺ら 2C 言ってる。俺に関しては今カメラマンしてるから 3C 3C だ今。アリケン今やばいよ。一番付き合っちゃいけないよ。アリケンにもあるかみたいな見たけど、あれ何なの。あれ、あ、出た。そう、なんかリスナーの中にいた、そう、いてみたいな。何が、はい、なんか、うん、今もいるよ、俺の配信にコメント欄に。え、あの、埋まっててもいいですみたいな。そうそうそう。あー、どうぞ。そう、あの、おちんちん。そうそうそう。え、埋まってるんですか。埋まってる。埋まってんだ、すげえじゃん。え、今すげえじゃん。お前、適当に言ってんじゃねえぞ、お前。すげえ、今もいる。アリケン最低だなって言ってるよ。この人がいけるの。そう、この人。でも覚えとこ。なんでだよ。応援しなきゃ。これじゃ焦げるんで、これにこの来た、うん、はいはいはい、大丈夫、水は用意しなくて大丈夫。まあ、これより一回入れて混ぜる。うわ、ケンキ、あの、ね、全部こっち飛んできてる。ごめんな、アリケン、ごめんな。ごめん、ありけん。いや、大丈夫、やっぱそう、やっぱ逆にそこをね、その、配慮してたら、ああ、こいつ料理できるんだってなっちゃうからね。ははは、ふざけんな。いい。よし、俺もこれでいいでしょう。美味しそう、ローストビーフ。完成です。おっ、てれてってって、あぶれ。天気の牛すじ黒カレー。よっ、えぐいんだけどね、なんか隣ビチビチ。ははははは、言い方やめろ、お前。やめてよ、ビチビチ。クツクツって言って。あちょ、あちょ。それ、めっちゃ飛んだ、お前。ヨーグルト見て。お前、それ火弱くしろ。これ何、牛乳は、なんか、え、これどう思う、コメントに決めたら。おい、お前、最後までお前、しじ込めかよ。普段しじ込め禁止とか言ってるくせに。ここに来て。水らしいわ。じゃあ、合ってたな、私が。やばすぎだろ、お前の後出し。入れすぎか、普通じゃない、こんなもんじゃないの。じゃあ水飛ばしますよ。切れんのなよ。そんなこと言ったら飛ばしちゃうから。やばいやばい。あれできましたかね、俺は。かなりもう、もうかなりもうできた。これでこれでいい、もうこれで、これ完成です。完成、これ完成です。いや、私あともう一個あったわ、確か。え、何それ。秋っぽくね。何それ。出た、何それ。お前それ遅すぎるよ。いや、それ何、最後に添えるから。な、何それ。ビーツ。わかんない、聞いてもわからない。ひき肉が入ってる。入ってない。あ、俺、あ、俺が、あ、俺、あ、忘れてた。うわ、うわ、完全
ちょっとビーツって何？アリゲン、今からここにひき肉が入る。嘘やろ、ほんまに言ってる。おう、任せろ。本当はミキさんにかけたかったんだけど。え、ひき肉を？うん、なるほどね、いいと思う。でもひき肉ミキさんかけるよ、じゃあ。俺の元の絵を。いやごめん、違う。なんだよ、つみれになるなって思っただけ。つみれ、つみれなんねえよ。なんか俺焼いた後のひき肉ミキサーにしてるやつ初めて見るわ人生で。やば、肉をミキサーにするってマジ牛島くんじゃん。うわっ、うわっ、入れるぜ。うわっ、つみれだ。いやいや、じゃカレールーになんだよ、溶けるんだよ。魚肉みたい、溶けるんだから俺が。これ溶け、うわとか言うのやめろ。ご飯にうわとか言うのやめろ。よし、火が強い。できました。でも色はめっちゃカレーになったね。もう本当にできた、もう3回目だよ、できたって言った。はい、もう食べません。ノータッチです。じゃあ完成ですか、ゆいちゃん。来た。よし、お、いった。ゆいちゃんもう完成。完成です。完成です。実食タイム。実食食べますか。はい、それでは実食コーナー。じゃあまず、はい、多分ゆいちゃんの方が辛いよね。辛い。ね、じゃあ元気の方から。いただきます。じゃあ食べてみます。牛すじ黒カレー。元気の牛すじ黒カレーです。これも牛すじとしていけるんですか。もちろん。いただきます。うまいぞ。めっちゃうまくない？バカうまくない？え、めっちゃカレーだぞ、ちゃんと。まあ、バターの味がすごいいい、うん、で、辛さがちょうどいいわ。うん、うわ、これピンカラで、うん、めっちゃ可愛いな。で、プラス、トマトの酸味も効いてて、うめえわ、うん、トマトやん、うん、あ、結構相当多い感じだった。うん、うまっ。トマトがいいわ。くぅ、ほな、続きまして。みんな窓見てた方がいいな。よいちゃんだっつってみんな見せた。はい、よいちゃんの秋を主体にした鮮やかカレー。ほな、じゃあよいちゃんいただきます。いただきます。はい、秋カレー食ってみよう。ちょっと待って。よし、食ってみて。一回食ってみて。食ってみるか。お前が食ってみて。普通。え、待って、まずい。どうだっけ。よく見てみ。黒い。ずっと煙出てたよ。最後放置されるから。黒いつぶつぶがいっぱい入ってるよ。ね、なんか見たら黒いつぶつぶがいっぱいなんだよな。でも。こうなるのが普通だよ、スパイスカレーは。あー、なるほど。なんかスパイス入れてもカレーの味にならないってなるんだよ。ささっき来てくるとやばい。え、でもどうしよう、それもやばい。え、これあー、なんでこれ。あ、けど、なんか人参みたい、ビシャビシャのコーン。いや、人参じゃない。まあ、人参にも近い。人参のちょっとコーン風味のする人参、人参だな。コーン風味のするビシャビシャの人参。カレーの味がしない。そう、カレーの味しないんだけど、入り口はカレーだ。そう、わかる。でも、あとがカレーがいなくなってきてるんだよね。じゃあ結果、結果ってもう元気さんで。すごい、まずい。事態、結果発表、事態、事態で。まずすぎる。入り口だけしか味してなかった、うん、じゃあ第2回はまたもや元気さんで、元気の勝ちで。ありがとうございます。圧勝で。そうだね、今回はちょっと俺強かった。これうまくいくと思わなかった。うん、俺もね、正直どこともまずいものができると思ったけど。はい、それじゃあ今日は元気の勝利で。それじゃあみんな、また3回目で、バイバーイ。怖すぎだろ、元気は。